ていくと、さあとりあえず無事、なんとか無事、豊橋まで戻ってこれましたね。で今の列車が折り返し、また浜松まで行くんですね。でこっちはこっちで大垣に行ったり、もうそこの新快速は前々に行く準備をしとったり、いや、やっぱりあれからすごいですね。でちょっとなんかやっぱあの快速のダイヤは多少乱れてるみたいですね。台風の影響もいろいろと出てるみたいですけど、でそこが先に見えるのが豊橋鉄道さんねの佐原線でしたっけ、厚見半島の方ですね。ということで、まあとりあえずこれで一区切りなんですけど、まだまだこっからね、家に着くまでが遠足ですからね。ね、うちの場合家に着くまでが収録でございます。もう一踏ん張りありますからね。よし、一踏ん張り頑張るためにつぼやさんのうどん食っていくか。同じね、すごいよさんがやってるんですね、ここ。よし、大盛り。さあ、食べてきましたよってことでですね、普通にも冷やし、きしめんにね、冷やしがあったんで、冷やしきしめんにしましたよと。で、先に行こうかな。これじゃない。あれ。よし。まあ使い倒しましたね。名鉄線をやってましたけど。これね、往復1560円、安いね。普通に行ったら1340円やもんね、傾き。往復で1500円も安いよな。まあ、これのね、あの新庄の方のバージョンはね、この前使いましたけど、そう、うどんはね、冷やしきしめを食べてね、うまかった。やっぱいいですね。魚くん来るんよ。で、そう、大盛りに来てね、500いくらだったかな。308円に160円プラスだったかな。ですからね、540円ぐらいだったと思います。いやいやいや、うまかった。で、そう、言えば、東口の方ね、こっちの方、そうや、映してなかったですからね。こっちの方がね、豊橋のメインですから、メイン映しとかんとさすがにね、いかんやろってことで、最後にちょっとちらっと映して、ひとまずね、予定は終わりなのかな。まあ、こっからはまた油断。まあ、ここからも油断ですけど、合格駅の本来は終わりのはずなんでね、余談が長いんですけど、もう7時前ですからね。ああ、サウナ、いいな。オールライト1000円、いいな。こんな感じね、まあいろいろありますよね。豊橋も大きい町ですからね。で、こっから下からね、市電ね、市電じゃないか、豊橋、鉄道さんね、豊鉄さんの市内線って立ってましたっけ。で、路面電車がね、走ってますよっていうね、すごいいい街ですよね。バスも結構走ってますね。まあ比重で言うと、やっぱ広島とかと ほど、市電の比重がね、すごく高くなってるわけじゃないですか。2路線、まあほぼ1路線ですからね。まあ運動公園とかあっちの方とか行くんだったらね、いいですね。そんな感じで、いい街ですよ。こんな感じで路面電車乗り場の方に行ったら路面電車乗れるし、
バス乗り場はね向こう側ってことでね、よいしょ、ね、バスもよく来ます。で、あ、ちょうど、あ、今出て着くところか。ちょうど今出てきましたね。あんな感じで電車が出てきますよっていうね、のどかな光景でございます。で、これはバス乗り場の方に来る、あれなんか地下で繋がってるんですね。ここは地上では行けないようになってるんですね。で、これがね、面白いのが駅前電線っていうね、これが正式名なんですよ。駅前っていうのがね、どういう発生駅前もないもんなんですよ。っていうか、ね、で、路面電車なんですけどね、電車なんですけどね、豊橋駅前の正式名称が駅前線っていうね、電停っていうね、面白い。ネーミングですよね。だってバスとかでも大体豊橋駅前とかに住むのにね。で、バス乗り場は他にもあるんで、豊橋刑事とか行けるんで、こっちの方に行くと、商業施設の中通ってそのまんま駅の方に向けるっていうことで、まあ便利です。便利で大きい街ですからね。でとりあえずね、私は車の方まで戻っちゃってね、とりあえずここはね、もうカメラ回せないんで、この辺りで来てね、終わりたいと思いますよ。とりあえず次は本と本が、駐車場の先ぐらいから、なってるかと思いますね。ということで、これだけちょっと別動画のところの最後の差し込みになってると思うけどね。ということでね、動画的にはすごくつながりがないと思いますけど、ね、今ね、ちょうどね、うちの、動画的にはちょうど大井川鉄道に行った帰りぐらいになってるはずなんで、実はね、今日はですね、寺尾さん、ちょうどね、コラボで一緒に、来ていただいた寺尾さんに、ちょうどね、受験生鉄道 YouTuber にね、最もふさわしいお土産をちょっと持ってきましたんで、どうぞ お受け取りください。めちゃくちゃね、臭いなものではございますが、どうぞ開けてもらったら、今開けたもんね、開けてもらったら OK です、うん、これね、あ、そうそうそう、ちょっとちっちゃいものでなくさんようにちょっと封筒を折って作ってんけど、どうかな、大井川鉄道って言ってピンとくるかな。いやね、トーマスっていうイメージ、そう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 、トーマスのところではあるんやけど、ここね、もう一つね、ちょっとね、ユニークな駅がございまして、よいしょ、じゃすいませんね、ちょっと手こずってる、あ、ごめんね、おじも貼り方雑やったね、大丈夫、そうそうそう、これはね、ちょうどね、企画でね、うちがね、受験生応援企画っていう動画を撮ってきまして、今、10月から上がり始めるやつなんやけど、桜神社と佐久神社に行くっていうのをやったんやけど、その帰りにちょうどこれはですね、何かというと、反対側が表側なんやけど、大井川鉄道に合格駅っていう駅があって、でちょうどあそこ光景なもんで、こんな感じで切符が発行できるもんで、金谷から合格に行く片道切符ってことで、これをちょうど視聴者サンプルレーズにしようって言って買ってたのよ、はい、それじゃあちょうど寺尾さんと連絡が取れて、聞いたら受験生って言うから、おちょうどいいや、鉄道好きのって言うん でこれまたよかったら大田君とか誰だくんじゃない、打席くんとかちょうどね、3枚買ってあったもんで、あ、じゃあちょっと例の小籔くんの子にも渡しといてもらったと思いますので、どうぞ。いや、ありがとうございます。ちょうどよかった、本当に寺尾さんと会おうと思ってなくて、で、とりあえず買って3枚買ってあったんよ、まあ、ちょで、視聴者さんでね、その好きな人がおったら、お渡ししますよみたいなイベントでもやるかなと思ったら、ちょうど話が決まったもんで、で受験生っていうと、ちょうどいい片道切符で、これでもう合格まで行きますんで、まあ、なんか本物の切符ですから、大丈夫だと思いますってことで、まあ、ここからちょっと受験勉強大変やと思いますけど、頑張ってください、以上でございます。いや、結構いい仕事できたと思います以上です、ご視聴ありがとうございました